アークやってまいりましたけども、なんか、なぞっちくんが私に用があるということでね。いらっしゃいまああ、す。なぞっちくん。今日もどうぞこ相ち変わらへらどうずぞ。黒光りしておりますね。ですね。40レベルこになっちらてんへじどうぞ。ゃん。やりました。今からマンモスのサドル作ろうと思う。どうぞこれ、見てください。このうんこ。あ、これ。かわいいっこすれ、か、このうんこ。めっちゃ可愛いじゃん、これ。あ、なくなった。あ、なくなった。それだけ？なんだよ。って、猿いるやん いるやないかけー。い。なにこれ、猿。めっちゃ可愛い。てか、このレベル何なの？ 142レベルってもともと何？100レベルだったんですよ、ぴったり。できたの？で、テイムしたんですけど、テイムするときに、ほら、なんか、テイムし終わった後にレベル上がるやつがあるじゃないですか。ちょこっと、ちょっと待って。それが40、お、重なった。うわ、やべお揃いですね、帽子え、も。やべえ、スクショ、やべえ。これどうやって投げるの？これ投げれるんだよね。いいですね。草とかそういう風なのがないときにいいオスをバーッと投げる。ほんとだ。これゴリラに乗って投げれるの？あ、ゴリラ乗れますよ、それ。乗せたまま。でも、ゴリラで上に投げられて、その上で投げるってこともできるみたいですね。試したことはないですけど。お、本当投げだ。た。すげえ。あ、そちょっのと待って、たちめょっとに待って、これちょっと抜待って、いたんですか？これさ、ちょっとやってもいい？どうぞ。こちらへ投げるか。やべ、俺意外に、で、腹がやべえ。ちょっと、なんかビリ持ってっかな。あ、持っいってぱいるか。持ってると思います。ちょっと今思いついたことやっていい？どうぞ。やべ、ガチやばいじゃん、これ。ガチやばいっすよ。ガチやばい。ちょっと俺謎っち無視。ちょっとあれだ。ちょっといい？どうぞ。人類の進化。最後ゴリラやん。いや、そっから、あー、なんで出れなかったの？ここでしょ。まず俺でしょ？まず俺でしょ、こう。あ、猿以下なのね。人類の進化。やべ、ガチやべ、これ。もうちょっと右だな、ここだな。ガチやべ。ちょい俺向きかな？どっち？俺の方向きかな？こう？もっと俺の方、もうガッツリ俺の方体向けてくれていいよ。あ、そう。人類の進化。人の次ゴリラやん、言って。やべ、ガチやべ、これ。レベルがもうすごいですよね。すごいね。でこれも、マジこいで、つ。あれ、人の家開けんの？ああ、それ試してないですね、まだ。でも開けるみたいですけどね、PV だとダメなんじゃないかな。ダメなのいや、かこれな。驚くところがですね、このゴリラ、フード値が1500じゃないですか。この猿、フード値、1800なんですよ。何この子。あ、140だからか。えらい捨てが高えと思って。ウェイトはやっぱ少ないんだ。ウェイトは、メレー命令が455400て。ですから。まあ元が低いと思いますけどね。すっごい。で、こいつ草刈りしてくれるんですよ、勝手に。あ、そうなの？ちょっと行きましょうか、じゃあ。こっち。めっちゃかわいい。俺も欲しい。俺もやりたい。ちょっと。それはちょっと俺も欲しい。ガかチなで。り時間かかりますよ。どれぐらいかかった？ 2時間かな。つきっきり？はい。1回ミスっちゃったんですけど、なんか3回ほどミスったらテイム値下がるんじゃないかな。あ、そういうこと。それか、あと、餌あげるタイミングが遅すぎるとき。っていうのにすると、すごい、めんどくちさなくみなりますにね。人参6個できてたよ。で、あ、ドーそれト使のっ卵て、も3つぐらいあるから。あ、い使けんっじゃないた？かな。いや、作ってないです。使ってないです。ペットフードを作って、ちょっと、俺もちょっと欲しい、これ俺。いやー、ナゾルさんになってるし、くっそ、リネームしていい？えへへ、なんで、サシルさんとかにするんですか？いや、ペットフード作っていきましょうか。サシルにしたいな。かわいい、超かわいい。やべえ、ガびしょチやびしょべえ、これ。でやるのすごい辛いっすよ。ほちんょっと待って、と。この子ガチやばいじゃん。うわ、何これ。ガチやべえ。わ。作るのにはあれがいるんですよね。肉。肉？肉いるっけ？肉いるんですよ。
一個。一個じゃねえ。焼肉がいる。焼肉がいいの？ジャーキーじゃなくて？ジャーキーじゃないですね。この、道道は焼肉で、焼肉、まあ肉焼いて、それでいいみたいですよ。え、ガチ欲しい俺この子。めっちゃ可愛い。取りに行きましょう、取りに行きましょう。ガチやばいじゃん、これ。猿、いいわ。猿、いいわ。本当にいいわ、これ。取りに行きましょう。ちょっと部屋の中入れておこうかな。で、先輩に見せびらかすと。ナゾルさんとサシルさんがいて。あれ、先輩のはって。あれ、先輩のはみたいな。先輩ゴリラあるからいいでしょって。まあ、ゴリラの方が実用的ですけどね。まあね。かなり実用的です。ゴリラだからいいでしょって。お、猿だ。あ、ほんとだ、すごい。かわいい。いいね。あ、消えた。あ、俺、肉食っちゃった、腹減ってたから。あ、違う、俺腹減ってたよ。水だった。ごめん。ごめん。この肉、使うんであまり食わないでほしい。そうだよね。俺も思いつつもね。あ、違う、俺、ちょっとラプトで買ってくるわ。責任取って。どうぞ。あ、ゴリミ行こう。ゴリミ行くぞ。ゴリミ。いくら俺が猿をテイムしたからって、お前のことは好きだぜ。どうせ口先だけなんでしょ。私のことなんて思ってないくせに。いや、帰ってくるとかお前のところなんだ俺は。だから安心してくれ。さあ、これに亀を殺すんだ。分かったわよ。それだけなんでしょ、私の体が目的なんでしょ。まあ確かに体が目的なんですよ。このパワーだけなんでしょ。続きでもしてやるわよ。ありがとう、ゴリミ。人参取ってこないよな。でも冷蔵庫が欲しい。人参の腐るのが早すぎる。ああ、6時間ぐらい。なんか畑入れてたら6時間とかなってたけど。でも、収穫するとめちゃくちゃ早いんですよ。あ、だから俺、取らなかっただから。40秒ぐらいでなくなっちゃう。冷蔵庫でも確か作らないんだよね。40分、ペットフード。ジャーキーも作りたいし。ペットフードって結構ジャーキー使うんだよね。うん。いや、できないんですよ。なんか視点だけ変わっちゃうんですよ。あ、そう？あ、できた。右クリックでできるんだ。あ、気持ち悪い鼻だ。これすげえよなぁ。なんだ、あ、やば。マウスカンのクソ高いし、おっさんじゃん、顔。うぉ。いねえな。一回戻るかな、どっち。サラ来るんだったら。うん、ちょっと。あ、救援物資取っていきたい。うん。ヘッドサイズ。ガチで泣きそう。ペットフードありゃ、あ、取られた。いや、時間切れじゃね？あ、取られてるな。あそこにラプトルで走ってる人がいる。あ、ほんとだ。そう。ちょっと待って、あそこ、アルファっぽいの見えねえ。違うか、火の怒りか。違う、スピの、なんか、あそこなんか暴れたやついね。いやー、ガチいいな、マジで、猿。ちょっとナンバーワンかもしれない、俺、テームしたい。もう一番は鳥だな、小さい鳥。いや、猿、肩に乗るんだぜ。まあ、そっか、鳥は、ついてくるだけだもんな。うお、やべえ、リアル、なんか埋め込まれてんだけど。ちょっと待って、なんでこんなにいっぱいいるの、ラプトル、怖。俺、人じゃねえの、これ、アークって、人でしょ。みんな肉なる、この野郎。うお、やばい。えげついな、これ。ゴリポーズ、えぐいね、やっぱこいつ。視点の動き方がキモいんだけど。あ、来たの？ウエスト1に湧いた？ウエスト1に湧いた。ああ、そう、最初一回死なないといけないんだ。あ、そうか。プテラでサラ迎えに行くか。人の家とかも潰せるんでしたっけ？潰せるってか開けられるんでしたっけ？こっち来て開けてみたいな。うん。でも、戻ってこれなくなったらやだね。大丈夫じゃないかもしれない、ここは。うん。まだ背負えるからいいんですよね。このゲートとか開けれんのかな？PVP だけどな、PVE だけどな。いや、それは関係ないでしょ、性能的には。どうなんだろう。わからん。ここ入れてみる？
あ、ここから入れるんじゃない？リンスか。入れたわ。入れるのかい。そしたらワンチャン、取れるんだったらやってみてもいいんじゃない？試しに。よし、猿。あ、ゴリ坊主の子ってんの？違う違う違う。リンスか。ウエストワンに湧いた？ウエストワンってどこっすか？ウエストワン。横にいろいろ出てくるでしょ。ウエストとか、イーストとか、ノースとか。死ぬと、リスポーンするっていう時に。何してんの？ゴリ坊主。アタックしてる。開けろや。開かないのか。あ、ダメなのか。扉じゃなくてダメなのか。イーストゾーン1とかですか？そうそうそう。それのウエスト1。はい。まあ、いっか。まあ、いっか。どうせ開けることもないでしょう。うん。我々はそんな野蛮な人種じゃない。お、この猿はそんな、ね。何か盗ませるかもしれないけど。ペットフードでのテーブル。ウエスト1行きましたよ。オッケー、迎えに行く。これまっすぐ行けば、そのアーティファクトなんで。オッケー。で、結構遠いな、これ。嘘。で、ウエスト1ってそんなあれだよね。うちらの拠点の下に巻くよね、基本。ねえな、どっち。うわぁ、なんか恐竜絡まれたかもしれない。なにこれ。え、待って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 。割とまずい、これ。なんか。え、なにこれ、なんか。え、なにこれ。絶対絡まれてるでしょ、これ。え、やだ。ちっちゃいやつ？え、なんか、はい。なんかちっちゃいやつ。ディルホか。え、なんか音楽鳴ったんすけど、なんか、ディ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 。え、最悪。なにこれ。お、ここまで来て死ぬの。え、最悪なんだけど、なにこれ。な、どっち？え？あ、いた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 、刺身さんいました、多分。あれっす。なんか、かっこいいっすよね。あ、まあ、俺はかっこいいけど。あ、これっす。あ、こっちっす。いや、だなんか変な、なんか、家みたいなとこ止まってますよね、今。うん、止まってる。あ、その、こっちっす、こっちっす。まっすぐっす、まっすぐっす。まっすぐ？はい。うわぁ、恐竜いるんで助けてくださいよ。お、どこだ？合ってる合ってる合ってる？うわぁ、こっちっすよ。合ってる？右っす、右っす、右っす。右右右。こっち？右っす、右っす。はい、こっちっす、こっちっす。合ってる？コスコスコス。ああ、わかったわかった。いたいた。ああ、ラプトルか。オッケー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 。恐竜どうやって撃退するんですこれ。ちょ、ラグってんな。ちょ、こっち来い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 。俺のそばに来て。はい。あ、ラグってる、俺でね。うん。あ、俺出た。俺のそばに来て。あれ、どこっすか？いや、大丈夫。ヘイトもらった、ヘイトもらった。ヘイト？あれ、どこっすか？あ、いや、そこ、サラが来た方にいるよ。え？います？いるよ。え？どうすか？100レベルのラプトルだ、こいつ。やばいんすか？いや、大丈夫。え、どこ？え？います？え、サラが来た方に、サラが本当にいた方にいるよ、今俺。2匹に追いかけられてたでしょ？はい、ああ、そこか。ここっすか？あ、ほんとだ、いた。あー、オッケー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 。イエーイ、おー、すげえ。うわ、普通だ、サラ。やり込んでる感が、もう出てますね、そうでしょ。もうキャラに。ちょっと、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 止まれよ、てめえ。ちょ、止まれよ、ラグってんのか、これ。止まれよ。おい。ちょ、めっちゃラグってますよね、なんか。もう、ちょ、止まって、ガチ止まって。ガチで止まってよ。うわ、なにこれ、なんか。ちょっとガチで止まれよ、こいつ、ほんとに。ちょ、またラプトルいるしよ。めんどくせえな。てら邪魔なんですけど。これ刺身さんの恐竜ですか？そう。おー、あー、乗った、オッケー。ちょっとさ、あの、サラさ、この下に入ってくんねえかな。何？
このプテラの。はい。こうすか？うん。あ、そっか。ごめんごめん。まずあれだ。ちょ、サラ、ちょっとこっち来て。はい。トライブにいらないとダメだ。ちょ、止まって止まって。俺の方向いて止まって。はい。これなんか来たでしょ、招待。あ、はい。二項坊主。うん。それ、イエスにして。Y。Y で S なんですか？うん。それか、俺に向かっていい長押しで、なんかアクセプトみたいなのが出るから、あ、はい、円が出て、それに合わせて。で、アクセプトみたいなの。アクセプト、あ、これか。どうですか？なってないな。ちょっともう一回送るわ。で、俺に向かっていい押すと、円が出てきて、あ、い、OK、OK、OK。ですか。うん、これトライブ組めたから。はい。ちょっとじゃあ、プテラの下また入って。はい。ちょ、この辺か。入って。はい。OK。うおうおあ違うか。召さられてる。拠点どこだっけな、こっちだっけな。多分この辺だと思う。え、これ何をするゲームなんですか、これ。恐竜と捕まえて乗りますゲームなんですか。まあそういう楽しみ方もできる。ああ。サラどこ行った、あれ何今の、なんで寝たの。寝たんすか俺。寝た。え？ほんほんとか言って。しかもなんか殴られた気するし、今俺。え？あ、もしかして俺右クリック押しちゃったからっすか？かもしんねえ。どこ行った？え、なんか、明日落ちました。落ちたよね。あ、え、なんか水、え、待って、水の中。水は恐怖、水はトラウマ。はい。なんかこす。え？なんか、え？なんか裏世界みたいな、え？え？なんか裏世界みたいなのが入ったんですよ。勘弁してくれよ。もうちょっとで拠点だってところで。うわ。なんかもう完璧に裏世界ですね、これは。ガチか。え？そんなことあるんですか？あるね。裏世界入ったら、抜けれるかな。でも抜けれるように修正したっていうのが、どこに行った？入ったり陸行ったり。俺のこと見える？なんかもう水入ったりしてるのなんかもう空とか見えない。海の方に行ったら出れるわ、川の方に行ったら。あ、出れるよ多分。頑張って。ちょっとずつ近づいてる気がするんだけど。あ、いた。ました？今見えた。あ、いた。いや、サラ、俺のこと見えてるでしょ。え、どこっすか？上見てみ。いや、この辺にいたのがわかるんだ。サラ、ね、左に進め、左。今向かってた方向から、左。こっちっすか？わかんねえけどさ、多分左だと思う。てか、割と体力がやばいっす。うん、そうだと思う。スタミナがやばいっす、結構。今まだ下にいるんだよね。あ、地面。スタミナ、あ、やばい、スタミナなくなる。左に行け。そしたらね、川沿いに出るか、川に出れば出、行き、ここから出れるはず。あとちょっと。間に合う。え、マジでやばい。え、やばい。あ、これギリギリで終わるやつだ。耐えろ。頑張れ。あとちょっとあんのにな。あ、終わった、出れねえ。あ、いいわ、陸行って、いいわ、死んでいいや。ダメだ、もう陸行ってんのに。なんかもう、あ、いや、死んでもいいよ。ベッドで分け、ベッドで。そうだ、トライブ入れたからいいわ。そしたら次スポーンするときにベッドのマークが出るから。知らない。え、待って、知らないんだけど。え、死ねない？それはそれで困るな。え？うわ、どうどう、めっちゃ卵すんな。あ、飛んだ。飛んだ？
ベッドでいいんすか？うん、ベッド。ベッド押して、リスポーンってやって。リスポーン、リスポーン、ベッド。うん、そう。これどっけっすか？うん、下来ると思う。あ、来た。来ました。来た。これ、全然わかんねえ。ハロー。うお、え、すげえ、調理やで。お、しかも軽っ。どっち来たぞ、サラ。うん。うお、何作ってんの？あ、崖に伸ばしてんの？もう、謎っちじゃん。やべ、ここアルマチロで転がれて。やってる。ミスった。え、ミスった。何やってんの？あ、マンモス乗れるじゃん。うん、おぉ。キーお願いしまーす。じゃあ、サラ、レベル上げだ。はい。いいなぁ、俺も乗りたい、これ。乗りな。どうやって乗るんすか？いい。いい。そうそうそう。うおぉ、よ、いい、やばっ。うおぉ、すげえ。そしたら、こっちついてきて。うおぉ。すげえすげえ、マジかよ。うん、これ俺の嫁だから、これ。ああ、これ俺の嫁だから。あのね、マンモスに向かって T 押してみ。 T、 マンモスに向かって T、 そうで、あのこっち、さらこっち走ってきてみ。マンモスついてくるから。ついてこなくないですか？ついてくる、ついてくる。おお、ほんとだ。その方が早い。で、こっち来て、こっち、こっちのゲート。はい。かわいくねー。もう俺の夢だぞ、この野郎。この野郎。この野郎。侮辱してんのよ。オッケーオッケーオッケー。そのまま出て。はい。